どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。バージョン 2.3 も折り返し間近ということで、ガチャを引く人も多い時期かなと思います。ですがこのガチャには新キャラだけでなく、予定外のすり抜けによって獲得する工場星5キャラもいますよね。外れ枠みたいなところももちろんありますが、コースターにおいては現在でも使えるキャラっていうのは多くいますので、意外と期待できる部分もあります。そこで今回は星5工場キャラについてバージョン 2.3 での評価をしてみたいと思います。いつもより人数が多く紹介していくところになりますので、端的に説明できればと思います。またいつも通りですが、内容としては数値よりもメインとサバーカーの使用感をもとにまとめていますので、参考程度にしてもらえればと思います。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしていきます。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。それでは今回の動画についてです。内容としては大きく2つですね。まずはビルドガイドです。ビルドガイドについては、各工場キャラの使用、各キャラの強みと弱み、異物と抗塩水の候補について紹介したいと思います。もう一枠についてはチームとその他についてですね。内容としてはパーティーの紹介、各キャラの適性について、工場キャラの総評となります。まあ、今回もいつもに習って、数値よりもメインとサバーカの使用感を元にまとめていきます。また、他のキャラの突如況は気にしないものとします。エンドコンテンツの評価については、育成により違いがあります。この点に気をつけながら説明をしていきたいと思います。まずは各工場キャラの使用についてです。基本的な使用から見ていきたいと思います。まず、姫子ですね。追加攻撃によって火力を発揮するキャラとなります。弱点撃破で専用スタックが溜まると追加攻撃可能となります。これは敵の人生値によってスタックの溜まり具合が変わります。炎耐性ダウンや燃焼の付与など炎キャラとの相性がいいところもいいですね。その他に全体に安定したダメージを与えれるっていうのも特徴になります。続いてベルトです。敵の速度と行動順を遅延させるキャラとなってます。必殺技で敵を禁錮状態にしながら戦うことが可能です。これが意外と発動するので強いんですよね。また、火ダメアップや速度遅延で味方の行動回数を増やせるのもいいところです。その他に、スキルでお手軽に減速効果も付与できるのもいいところですね。3人目はブローニャです。限定にも匹敵する速攻度と火力サポートとなります。今のところ唯一のスキルといえる速攻度を付与することが可能です。その他に必殺技でチーム全体の火力を簡単にアップすることも可能です。これがほんと強いですよね。しかもスキルと必殺技で高火力も提供できるので、合わせ技っていうところでもかなり使い勝手のいいキャラとなってます。4人目は白露です。全体と単体回復どっちもできるキャラクターというところです。必殺技による緊急回復でチームの耐久力をアップしてくれます。戦闘中1回限定ではありますが、蘇生が唯一できるキャラというところですね。その他に、スキルで複数の回復が可能ではあるっていうところです。可能ではあるっていうのがちょっと重要なところですね。5人目はジェパードです。高耐久バリアで味方をサポートっていうところです。防御力を元にしたバリアを全体に付与することができます。そのため自身の防御力も高くなり、耐久値は高めとなりますね。自身が HP0 になっても一度だけ自身は復活可能っていうのもあります。その他には敵のヘイトを集める追加効果で、味方被弾を避けれることが可能となりますね。何かとヘイトを集めてくれるいい耐久キャラというところです。6人目はクラーラです。カウンターで火力を最大限に発揮ができるキャラクターとなります。カウンターの状態によって複数と単体にダメージを与えれるようになってます。必殺技と火により自身が狙われやすくなるという効果もありますね。カウンターの回数が多いので意外と EP 効率も高いというのも特徴になります。7人目は元凶です。大量の自己バフで大幅強化ができるっていうとこですね。戦闘スキルで会心などの大量のバフを獲得できるようになってます。スキル後に必殺技で大ダメージが狙えるのも魅力的なところですね。その他に会心攻撃を出すと速度がアップする追加能力があるため、速度を維持できれば連続で行動することも可能だったりします。以上7人となります。使用面だけで見ると意外と現在の環境でも強そうなものが多いですよね。工場とはいえど、使い方次第では活躍が期待できるというのがあります。まあ実際活躍してるキャラはいくつかいますので、まあ全然今でも使えるなっていうところです。続いては扱いにくい点についても紹介していきたいと思います。まずは姫子からです。まあ良くも悪くも追加攻撃に依存しているキャラクターとなります。
基本的には弱点撃破の効率によって追加攻撃に差が出るようになってます。なので弱点撃破ができないと永遠と追加攻撃はできないっていう感じですね。また人生値が高すぎる敵だと追加攻撃の機会は減ります。これも弱点撃破に依存しているためっていうところですね。2人目のベルトについては金庫状態付与で性能に差が出るっていうところです。これに関してはボスに対してなんですけど、金庫状態の抵抗持ちが多いので意外と不安定という部分があります。その他に効果命中を上げる必要がありますので火力を出すことが難しいキャラと言えますね。どうしてもステータス的に効果命中寄りになってしまうというところがあります。3人目はブローニャです。行動順理解が結構大事というところです。効率よく行動順をアップするには速度調整がいります。134とかいろいろ数値の話が出てきますが、ここら辺の勉強が必要になるキャラクターと言えますね。またスキルを多用することが多いので SP 管理が非常に難しいです。アタッカーとブローニャを組んだ場合、残り2枠でどれだけ SP 管理をするかというのも大事になりますね。4人目のベクロは回復特化すぎるがゆえに攻撃が弱いというところです。ベクロに関しては本当回復専門というだけあって攻撃面でのサポートは不可となってます。通常攻撃ぐらいですからね。またスキルがバウンド回復なので安定感が低いです。同じ味方に3回回復するとか、1人回復して2人目別また戻ってくるとか、そういうこともありますので安定感というのが難しいですね。5人目のジェパードについては必殺技が強力な分その他がちょっとというとこです。必殺技によるバリアが強いという面はありますが、 EP 効率が非常に大事なキャラクターとなります。これによっては扱いが難しくなりますね。またボス以外などの場合バリア付与が遅くなりますのでちょっと物足りないっていうところがあります。耐久面めちゃくちゃ強いんだけど、やっぱ必殺技禁印となりますのでちょっと扱いが難しいところもありますね。6人目のクラーラは自身の耐久によって戦闘が左右されるっていうところです。クラーラに関しては敵の攻撃を受けてカウンターするっていう流れがありますので、敵の攻撃を一気に受けまくると耐久面においてはサポートが必要となります。サポートキャラがいない場合速攻でやられるっていうこともよくありますからね。なので回復する手段っていうのは非常に大事です。またカウンター主体のため速攻で敵を倒すのは難しいキャラと言いますね。自分から攻めていくっていうよりかは受けて返すっていう感じになりますので、このあたり戦闘によってのスタイルがとても大事になるかなというところです。7人目の元凶に関しては大量のバフと火力が売りですがっていうところです。まあこれ言ってしまうとちょっとはあれなんですけど、まあ、バフに関してはまず一旦の継続となっているので必殺技とのコンボ以外では扱いづらいっていうのがありますね。あとこれに関して書いてないですが、ダメージを受けるとその特殊なバフっていうのが消えるっていうのもあります。また単体特化の攻撃やスキルとなっていますので複数の敵には時間がかかるっていうのも欠点と言えます。このあたりが非常に扱いにくいキャラではありますね。全体的な話で言うと攻撃の面で依存していたっていうところがあるんですが、それを塞がれると一気に性能が厳しくなるという感じです。ただこの面は編成によってカバーができるので一長一短という感じにはなりますね。それでは各キャラクターの強みと弱みについても話していきたいと思います。まずは姫子から見ていきたいと思います。姫子の強みに関しては弱点撃破が狙えるアタッカーと相性が良くなってます。今であればホタルとかですね。その他に雑魚敵が多いほど追加攻撃で一掃できるっていうの特徴です。このあたりは虚構女児とかしてると一番わかりやすいかなっていう部分ですね。本当育成が完了していると雑魚敵処理が早いので助かりますよね。ただし弱みもあります。弱点撃破の回数によって火力が左右されるってことです。基本的に姫子は追加攻撃が火力源となりますので弱点撃破を意識するのは非常に大事ですね。またアタッカーではあるんですが、メインアタッカーの火力まであるかって言われるとちょっとサポート寄りとなります。なので姫子メインの場合ちょっと時間かかるなってところありますね。続いてベルトです。ベルトの強みとしては行動制限デバフで一方的な状況を作れるということです。あとは敵単体に対してバウンド攻撃がとても有効ってことですね。バウンドは分散してしまいますので1人に対して数回当てれるっていうのは非常に強いかと思います。では弱みについてです。金庫耐性持ちのボスに対しては対応がしづらいっていうところですね。これに関しては扱いづらい点にもなってきますね。またバウンド攻撃っていうところがありますので敵が多い時ランダム要素が増えてしまうっていうところあります。狙いたい敵に当たらないとか距離にずっと当たってしまうってことがありますね。なので火力面だったりとかデバフの部分でちょっと不安定なところがあります。3人目はブローニャです。強みとしては好きな属性アタッカーを再行動させれます。
これに関しては属性アタッカーという言い方をしてますが、誰でも OK という認識で大丈夫です。また速度調整次第ではアタッカーの連続行動を誘発できるので、めちゃくちゃ強いなというところです。このあたり知識があると本当ブローニャに関しては強いですよね。ですが弱みもあります。まずスキルが強力な分 SP の消費が激しめとなります。なるべくブローニャに関しては SP 消費をしてもらいたい、まあスキルの発動してもらいたいっていうのがありますので、 SP 枯渇気味になるんですよね。またブローニャに関してなんですけど、オート戦闘だと対象を間違えることがあります。よくあるのがサポーターに対してスキルを使うってことですね。こういったことがあるため結構戦闘面で崩れるっていうことがあります。なのでブローニャに関してはオートよりも手動推薦っていうところがありますね。本当そこでそいつみたいなところがありますので注意が必要です。続いて白露です。白露の強みとしては全体回復と蘇生で状況を変えることができます。しかも全体回復は必殺技なので割り込みができるっていうのも強みですね。また必殺技は秘技でつけれる先生により攻撃を受けた味方が回復することが可能です。一旦攻撃は受けるってことはありますが、いくらか回復できますので耐久面においてかなりありがたいところです。ただし弱みとしてはバウンド回復で複数回復にばらつきがあるってとこです。先ほども話したように1人目2人目1人目ってなることもありますし、1人に対して3回回復ってこともあります。その他の弱みとしては北条としては珍しくなりましたが、デバフ解除ができないのでデバフ持ちに弱いっていうのがあります。デクロに関しては本当デバフ解除ができないので、ナターシャとかよく初期の頃は比較されてましたが、その点に関しては相変わらずっていう感じになりますね。続いて5人目ジェパードです。強みとしては全体バリアでチーム耐久力が大幅にアップっていうところですね。これは本当に強いところです。バリアが少なかった時にはジェパーと相性非常に良かったですからね。またヘイトアップの効果もありますので味方の被弾負担を減らせます。バリアを単純に張るだけでなく自分に全部ヘイトを向けるので味方のバリアが削りづらいっていうのもありますね。そんな耐久位置が高いジェパードですが弱みもあります。必殺技以外では味方の耐久面をカバーする行動はありません。基本的に必殺技のみっていうところですね。アベンチュリンの場合は追加攻撃をした時とかいろいろ発動条件があるんですが、ちょっと重ためっていうところがあります。また凍結不要のスキルとかがありますが、正直効果命中が低いので凍結は狙わない方がいいです。なのでスキル運用はしづらいっていうところですね。続いて6人目クラーラです。強みとしては敵ターンでもカウンターで一方的に攻撃ができます。敵の攻撃さえ受ければそのターンのうちに何回でも反撃ができますので、この点はかなり強いですよね。その他にも必殺技後に強化カウンターで拡散攻撃ができますので、必殺技の回転によっては複数体ガンガン削るってことも可能です。カウンターの面においては本当最強と言ってもいいぐらい強いキャラクターですよね。ですがそのカウンターにおいても弱みっていうものがあります。まず耐久面自体が高くないので味方で耐久補助がいるっていう点です。回復はもちろんですが、なるべくバリアとかも張ってクラーラが耐えれるようにする必要があります。また耐久面のところで言えば持ち公演水などで回復をするように頑張ってするっていうのも大事ですね。あとは自動的なスタイルとなりますので敵の攻撃回数に依存するっていうのも必要なところです。攻撃されないといけない、またはターゲットとして狙われないといけないっていうところがありますので、結構敵依存だなっていうところがありますね。最後は元凶です。元凶の強みとしては自己強化によって高ダメージを出せる機会があるということと、会心率バフが高いので火力育成がしやすいっていうのがあります。元凶の会心率バフに関しては最大 70% ぐらいは狙えますので、まあ、それを生かす上では全部会心ダメに振ってしまってっていうので高ダメージを叩き出せるっていうキャラになってます。ですがこのバフを大量に持ってた元凶でも弱みっていうのがあります。それはバフが一旦継続なので行動順が非常に大事っていうことです。一瞬しかその火力を出せないっていうことですね。またダメージを受けた場合バフが消えるので、この点に関しても要注意です。なのでスキル必殺技っていう流れをしっかりとできないと高ダメージも出せないし、なんならバフも消えるっていうところがありますので、結構致命的な性能かなと言えますね。強みと弱みについて一通り話していきましたが、まあ、強みを活かせば十分に編成では活かせるものが多いっていうところが特徴です。最近では異物の追加やキャラ幅の増加による特化編成のキャラも多くなっているため、活躍の期待は正直期待できるかなと思います。まあ、以前よりもっていうのが大事ですけどね。ただし各編成において最適なキャラかって言われるとそうではないんです。
なので候補キャラになる程度の強みと弱みといったイメージをしてもらえるといいかなと思います。それではそれぞれの異物と公園戦の候補について話していきたいと思います。まず各キャラの装備紹介ですね。姫子に関しては銀河鉄道の夜と絶え間ない演算がいいです。こちらの公園水は攻撃力がアップして蓄積もするため火力貢献がしやすいってとこありますね。異物に関しては太鼓とサルソットです。こちらに関しては追加攻撃に対して火力がアップするものがありますので扱いやすいなっていうとこですね。続いてベルトです。ベルトの公園水は世界の名を似てとおやすみなさいがいいです。4ダメアップによる火力貢献がしやすくなるっていうのがありますね。持ち公園水の方なら効果命中もアップするのでベルトと相性が良くなってます。おすすめの異物としては止水と銀河障子になります。デバフを付与する効果がありますので止水との相性がいいっていうのがありますね。続いてブローニャです。ブローニャの公園水としては戦争を終わらないと過去と未来です。次行動するキャラの余ダメがアップするためスキルと相性が非常にいいですね。おすすめの異物としてはメッセンジャー、吹雪、折れた竜骨となります。速度と耐久打ちを保ちつつ味方の会心ダメもアップできる組み合わせというところですね。意外と耐久打ちが大事なところがありますので吹雪を装備するのもお忘れなくというところです。続いて白露です。白露のおすすめとしては自節と手術後の会話になります。どちらともシールドをアップしてくれるので回復量を強化できます。持ちの方なら HP アップもしますのでさらに効果アップが見込めるというところですね。おすすめの異物としてはメッセンジャーと火脚と大犬選手となります。回復薬として速度と治癒量を確保しつつ HP もアップして白露とは相性が良くなってます。続いてジェパードです。ジェパードについては勝利の刹那とランドゥの選択となります。持ちの勝利の刹那に関しては防御力がアップするので耐久値が上がります。被弾が多くなるジェパードとは相性がいいですよね。また星4のランドゥに関してはヘイトアップ効果がありますので耐久枠としては相性が非常にいいものとなってます。おすすめの異物のところですが聖騎士とお犬選手がいいです。バリアの耐久値と HP アップができるので自身と味方ともに生存率アップにつなげることが可能です。クラーラに関しては公園水はかけがえのないものとアイオンです。攻撃ごとに火力アップするので長期戦になればなるほど活躍がしやすいってとこですね。特にクラーラの場合は自身が攻撃を受けますので相性が良くなってます。おすすめの異物セットに関しては孔明とサルソットになります。耐久面と火力をバランスよくするならこの組み合わせっていうとこですね。もちろん火力特化にするならチャンピオンもありです。最後に元凶ですが公園水は正解巡行と論剣になります。どちらかというと論剣の方が相性いい感じがしますね。なるべく火力を集中させたいのでバフの多い公園水と相性が良くなってます。おすすめの異物としては止水とグラモスになります。こちらに関しては味方がデバフを付与する前提となってますが火力をさらに伸ばせる組み合わせというところになります。なので編成が結構大事な感じがしますね。各キャラの公園水と異物についてっていうとこなんですが限定星5の公園水を省いて今回は紹介をしています。で星5公園を使うとなるとかなり性能を発揮できますが実際星4でも十分な性能を引き出せるようになってましたので無理に星5の公園水などを使用する必要はないかなと思います。まあガチャをあえて引いたりとかね、まあ、持ってたら使おうかぐらいでいいかなと思います。続いては各キャラ代表パーティーの紹介をしていきます。今回人数が多いこともありますのでよく使われる編成とか代表例を紹介したいと思います。まず姫子に関してです。姫子、ルワン、調和主人公、ギャラガーがいいです。姫子を軸とした場合は超撃破編成に入れるのが最適かなっていう感じですね。姫子の育成自体が撃破特攻寄りになるっていうのがありますがこれはこれでかなりありかなと思います。ルワンがいない場合はホタルを入れて炎属性で特化するのもありかなっていうとこです。続いてベルトの編成です。ベルトに関しては、ヨミ、ベルト、ペラ、アベンチュリンとなります。編成難易度はちょっと高めというところですが、ベルトの行動遅延とデバフ付与が相性が良く、一方的な攻撃展開を作れるようになってます。エンドコンテンツでも結構扱いやすいですね。思ったよりもベルトの金庫状態が役に立って面白かったです。続いてブローニャの編成です。ケイリュ、ルアン、ブローニャ、ラセツとなります。ケイリーを初動から強化状態にすることが可能となるので立ち上がりを早め火力でご了承が可能となります。ケイリーの初動の動き方によって全然立ち上がりは変わりますからね。即行動と相性が良くなってます。
またルアンと羅刹で SP 管理がしやすいのも嬉しいところですね。この2人で SP コントロールしつつ、ケイリュウとブローニャで一気に SP 消費して火力を出すっていうのがいいと思います。続いてベクロの編成です。ベクロに関しては持続編成ですね。カフカ、ルアン、ブラックスワン、ベクロとなります。ポポの代わりっていうとこです。ただ基本的には役割として回復特化になるため、回復枠としてどの編成でも入れやすいかなと思います。ただ持続編成だと耐久面と雷弱点相性がいいので組み合わせやすいとこですね。続いてジェパードと編成についてです。ジェパードに関してはヨミ、ペラ、銀のジェパードとなります。エイト集めと耐久バリア付与により他の味方の被弾を抑えられるのが非常に強い部分かと思います。また高遠征を生還市場にしてしまえばデバフ付与の機会も増えるのもいいところかなというところですね。エイトが高いのを売りにするという感じです。続いてクラーラの編成です。クラーラ、トパーズ、ロビン、アベンチュリンとなります。耐久面をカバーしつつ、クラーラのテンプにより追加攻撃が行われるため、追加攻撃の編成と相性が良くなっています。耐久と攻撃面で安定しているのでじっくり攻めれるというのも嬉しいポイントですね。最後に元凶の編成です。元凶の編成としては元凶、ロビン、花火、アベンチュリンとなります。元凶の被弾を抑えつつ SP と火力を生かすのであれば、この編成がお手軽かなというところですね。アベンチュリンのバリア付与が本当大事です。で、アベンチュリンを採用する理由というところですが、バリアの付与次第で元凶のバフ削除が抑えれますので、これが相性が良く非常に嬉しいところとなります。各キャラの代表パーティーについては以上となります。各キャラの編成を生かすというところで今回は紹介をしていますが、オートでの挙動を重視している部分があります。そのためクラーラに関しては花火低運を入れた編成というのが非常に強いんですが、知識と手動での動きが大事になってきますので、今回優先運動を落としています。あくまでオートってところですね。その他に元凶に関しては組ませるなら最適という編成にしてます。爆発的に良くなる編成ではないので、その点だけ注意しておいてください。それでは各キャラの適性について話していきたいと思います。ここでの適性というのはエンドコンテンツになります。エンドコンテンツの種類としては忘却の庭、虚構女児、まつみの幻影の3つになります。ではこちらの適性について判断基準なんですが、右下の方を見てもらうといいかと思います。実際のオート戦闘の使用感を元につけていってます。育成状況や指導操作での変化があります。ギミック次第では性能に大きな差があります。評価が変わることがあるということですね。あとは各マークの評価についてですね。20丸は相性が良く活躍ができるってとこです。丸に関しては最適ではないが十分な性能は出せるっていうとこ。三角は使えないが厳しめ。×は現環境で扱いが難しいとなります。では見ていきましょう。ヒメコに関しては、忘却が丸でその他20丸となってます。正直工場キャラっていうよりかは全キャラの中でも扱いやすい部類かなっていうとこですね。特に忘却のニアに関しては、ホタルと組み合わせると12まではクリア可能なので結構強いなと思います。デルトに関しては忘却と末尾は丸なんですが、虚構女児に関してはちょっと悪いかなというところです。虚構女児はギミック次第だなというところありますが、まあ普通並みに使えるというところです。続いてブローニャに関しては、忘却、虚構、末尾どれも使えるというところです。ただ限定調和の方が強すぎるので、ブローニャはそれよりも劣ってしまうっていう意味で丸にしています。ただ SP 管理が非常に難しいのはありましたので、まあ20丸まではいかないなっていうところでしたね。続いてベクラに関してですが、丸×丸となってます。忘却とか末尾に関しては回復において重要となりますので、法上の替えとしては非常にありがたいかなと思います。ただしターン数が大事な虚構女児においてはちょっと難しいなっていう判断ですね。ただ丸にしてますが、正直他の法上だったり耐久枠よりかは劣りますので、まあ三角寄りの丸っていう認識にしてもらえるといいかと思います。続いてジェパードに関しては丸三角丸となってます。忘却と末尾に関しては耐久面が大事になりますのでとてもありがたいんですが、攻撃が欲しい虚構女児としては扱いづらいっていうのがあります。続いてクラーナです。全体的に丸となります。ただし虚構女児に関してはギミックによっては20丸となってますね。これは編成でめちゃくちゃ変わりますね。最後に元凶ですが、三角バフ三角となります。元凶に関しては被弾することでバフが消えるっていうので、準備をした割に効果が反映されないということがありますので結構厳しいです。扱えないわけではないんですけど、そのバフの効果だったりとなんか相性がねあまり良くないっていうのがありますね。全く攻撃を受けずに戦闘が終わるかって言われると厳しいので、まあ、元凶はまだまだ活躍ができる機会は少ないのかなと思ってます。
各キャラの適性についてはこんな感じになります。まあ、今回育成状況とかのばらつきはもちろんあるので、適性としては僕自身の考え方というか実際の経験をもとに出しているものとなりますので、参考程度というところにしてください。それでは工場キャラについて総評していきたいと思います。まずはガチャについてですね。まあすり抜けたら嬉しいなっていう順番で今回紹介していきたいと思います。まず1位は姫子です。2位はブローニャ、3位はクラーラ、4位はベルト、5位はジェパード、6位は白露、7位は元凶となります。正直姫子、ブローニャ、クラーラあたりは活躍することが多いので欲しいところとなりますね。この3人に関してはエンドコンテンツでも活躍が未だにできるので、すり抜けできて欲しいなっていうキャラになります。ただしクラーラに関しては最近カウンターができない攻撃の敵がいたりするので、今後の適性はちょっと心配なところがあります。これに関しては知識と編成で返せるところはあるんですが、かなり苦労する部分かなと思います。その他にベルトとジェパードは読み編成で相性がいいので、読み編成の強化がしたい、まあアベンチュリンが来るまで強化したいなっていう感じの方では代打としては嬉しいキャラになるかなと思います。ミャクロと元凶に関してはそもそもプレイを始めたばかりとかだったら採用ありかなぐらいですね。アタッカーがそもそもいないとかヒーラーが整っていない限りは採用がありだなと思います。優先度はでも低いなっていうのは変わらないですね。この順位に関しては先ほども話したように本当使用感を持ってにつけてますので、まあ一番欲しいな、凸したいなっていうのがこの順番と思ってもらえるといいかなと思います。またここまで工場型についても話はしてきましたが、実はスタレにおいては工場でも悪くはないっていうふうに思ってます。まあ原神とか他のゲームもしてますけど、工場キャラが意外といいんですよね。で、理由としてはスタレの工場キャラは全体的に活躍がまだできてるからです。工場キャラと聞くとちょっと避けたいところではあるんですが、エンドコンテンツの活躍具合とかバージョンが変わるごとにキャラの評価が変わるっていうのを見ていると意外と当たりのキャラも多いんですよね。特に姫子に関してはいるかいないかでエンドコンテンツだったりとか各コンテンツの落差が変わるので面白いところかなと思います。まあ、このゲーム自体編成次第で化けるキャラも多いので、穴埋めとして活用していくとより輝ける可能性があるのは嬉しい要素なところが気がしますね。本当に穴埋めというところでは最適だったりしますので、工場キャラといえど、まあ、出るならこのキャラが欲しいみたいなところでやってみるといいのではないかと思います。またはね、温めてて全く使ってないという方もいた場合、育成に余裕があれば育成してみるのもいいのではないかと思います。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。